参りましょう。手持ちのつむすべて紹介してもらって終われます。線続きましてはノートルダムの鐘よりフロロー。ノートルダムの鐘は一回見たことあるんやけど、こんなキャラいたっけっていうくらいもう遠い記憶の彼方。やばいな、全然覚えてない。これは一応ヴィランズの位置づけになるのかな。さあ見させてもらおう。おお、なんか縦筋一本の魔人ジャファーの火柱みたいな感じやった。かっこいい。何、魔法使いになるのこのヴィランズ。フロロ帽子取ってハゲてるのアピールしてるみたいな。ただ演出はかっこいいけど、まだ範囲がそこまで広くないから、スキルレベルとしてはまずまずといったところかな。やっぱりでも最近だと SS サイズで20は超えていきたいところやな。さあやっていこう。ほい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 。さあスキル作るよ。作る？作らないよ。使うよ。ポン。13。かわいい。かわいい。ガントゥーがこうだんだん、あれだね。存在感増してきたね。ちなみにガントゥー次期エース候補として育っていきたいと思ってますんで、今結構ね、通常プレイ、まあ要は収録以外のプレイでやるときにね、毎回使ってます。といってもまだね、レベル4くらいだったかな、確かね。育てていってね、スコアも1回プレイするあたりのスコアをね、伸ばしていくことでね、どんどん、コインもスキルも貯めれるようなね、つぶしていけたらな、なーって思いますね。さあ、もう1回くらいやっとこうか。めちゃめちゃ気張るよね。まあ、気張る。魔法って気張った方が出るとか、そんなのあるのかな、よくわかんないんだけど。まあいいや。はい。フロローさんね。演出は非常にかっこいいツムなので、演出を見たさに使ってみるのはありかもしれないですね。はい。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。レベルアップ。